こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。西武園記念、えー、も、えー、いよいよ3日目、えー、準決勝戦の予想をお送りしたいと思います。はい、えー、まずは簡単に、えー、概要から、えー。10レースはあの鈴木健太郎に乗る武田の抜け出し方本戦としたいと思います。えー、11レースは、えー 111期、ルーキーの角田に乗ります、えー、小倉の、あの、えー、しを中心にしたいと思います。えー、12エース、あの、ここは、あの、平原が、えー、出てきて、えー、完全優勝に向けて必勝体制なんですが、と、2日目の、えー、先行を見せた井上が、ここも奇襲がけで、えー、桑原を、 あの、アナとして狙ってみたいと思います。はい、えー、それでは、それぞれのレースについて、もう少し詳しく解説していきましょう。えー、10レース、準決勝戦です。はい、えー、ご覧の国、えー、武田豊樹が SQS 班として出てきますね。 はい。えー、ここなんですが、えっ、ー、と、四分線。唯一三人なのが、関東。ということで、えー、っと、まず、バック回数見てみると、えー、これ、新山だけが二桁、十二回ですね。えー、続いて、吉田が六回、えー、鈴木健太郎が五回となっております。 まあ、新山の先行もある、あるのかなぁと最初思ったんですが、二社でも。まあ、その場合の和田の、和田が指す、9、9も面白いかなとは思ったんですが、えっ、ー、と、二日目の鈴木の,の、えー、積極的なレースを見てますと、えっ、ー、と、自分は先行するのは鈴木だと思います。 まあ、スタート回数だけ見てても飛び抜けてる選手はいない。まあ、これ、まあ、吉田が前を取るか、ひょっとしたら、あのしまあ、坂本かもしれませんが、新山が前を取らされてしまうかもしれません。まあ、取ったら取ったで、突っ張るかもしれないですけど、まあ、えー、っと、インの切り合いになって 最後は、えー、鈴木が叩いていく、えー、というレースを私は予想しております。というわけで、えー、このレースはあの武田が本命です、はいえー。ご覧の通り、やはり西武園ということを考えると、えー、鈴木は残ると。 思いますで岡が地元で2日目もあのいいあの直線の切れを見せ,し見せましたしやっぱり決勝乗りたいと思ってますからね、えー、岡も必要そして、えー、別戦からはあのまあ新山もいますが新山や坂本もいますが、えー、吉田を挙げてみました。 この3点でいきたいと思います。まあ、基本的には、鈴木の調子がいいんで、えっ、ー、と、ライン決着だと私は思っております。えー、11レース準決勝戦です。はい。えー、ここはですね、ス SQS 班、浅いと見たり隆起が出てまいります。 えー、三谷はなんかあんまりバットしないですね。一方、浅井は二次予選になりましたが、やはりさすがのレースでした。はい、というわけで、えー、ここはですね、ここも四分線ですね。そう、111機期待のルーキー、角田が出てきます。この角田、やっぱりまくりが、 特に A 級時代は多かったんですが、S 級入ってからだんだんと積極的な競争をするようになってきて、あの力も上げてきております。111期は南順や、えー、松本孝治など、いい選手が揃っているんですが、この角田も、やはりあの、松本に影響されるように力をつけてきてますね。えっと、 あのー、二日目でいいのかな昨日でいいのかなみ、みなみが、あのー、なんか中継にゲスト出演したみたいですね。で、えっ、ー、と、かどが、まあ、みなみのことを、超えていく目標というようなことを言ったと思うんですが、やっぱり、それにやっぱり影響されてるというか、ふん、み、かど相当奮起して、 どんどん内容良くなってますよね。というわけで、えー、その門田が先行すると思います。えー、っと,となると,、えー、っと、展開絶好なのは番手の小倉なのではないかと思います。はい、で、まあ、浅井とか三谷もいます。 浅サイはそんなに悪くないんですが、それでもカドタのヤングパワーがあって粘っちゃうんじゃないかなという思いました。だが基本はやはりこのレースも、えー、この、えー、西の 3, 3人の筋です。小倉を中心とした。それに、まあ、あの、 別,別姓のまくりただまああんまり買いたくはないというかちょっと着ぐれあたりは気,あの気になるところではあるんですがまあ浅井はともかく三谷にはあんまり触手が動かないですね角、まあ、田の走りに期待したいと思います さ最終12レース、準決勝戦です。はい、ここはもう地元、平原康太、必勝体制、というわけで出てまいります。ただですね、えー、っと、これ3分線なんですよね。で、えー、バック回数はトップが7回の宿口。 次が、あの、ひら、その後ろにつけるひらはんを5回、松田が2回、で、中村が1回ですよね。中村半周ぐらいだったら、あの、し仕掛けられるっていうことですよね。まあ、もちろん仕掛ける場面は限られてくるんですが、あの、後ろが来た場合の番手まくりとかは、 あの中村で、きえっ、ー、と、この展開3分線なんですが、平原が一番車か。まあ、誰が前を取るか難しいですね、えー。どのラインも前を取る可能性がある、まあ。難関が取るような気はするんですが、ひょっとしたら平原一番車なので、取らされる 可能性はあります、まあもっとも松谷や井上どうしても後ろから行かなければならないっていうわけじゃないですからまあこのどちらか特にあの難関があの取ってしまう可能性はありますねでえー、っと平原あの強い内容で2連勝えー、っと2日目の優秀競争って11秒1だったですかね 本当に圧倒的なまくり、自力ですよね。だから、あの、自分、えっ、ー、と、宿口見て、これ徹底選考じゃないんですよね。なので、平原前回っちゃって、戦った方がいいんじゃないかなと。まあ、ただ、足沢の兼ね合いもあるんで、 えっと、さすがに、平原宿口、足沢だったらっていうのがあるんで、この並びになったのかもしれないですが、宿口ってどうなんでしょうね。そんな、あの、91期なんですが、そんなに若いわけじゃない。ひら年齢も平原と今一つ、一つ下でしかないんで、しかも、あの、地元ですからね、 やっぱり残りたいと思う。犠牲がけするんですかねなんかそこに、平原、えっ、ー、と、オッズ見た平原足は1.3倍とか圧倒的な人気だったんですけど、なんか嫌な予感しかしないんですよ。一方、井上が2日目、まさかのジャン四角先行ですよ。 しかもあの4コーナー過ぎても足そんなに鈍ってなかったですからね2着残りましたからねこれはすごく気になるなのでえっとそう小川祐介を連れてたんですけど はい、井上が逃げて小川が車間を開けて、直前小川が差し込んで、大瀬戸まで続いてだったかなというレースだったんですが、大瀬戸も良かったですよね。だから、 ここ、宿口がよ少しでも横を出ると、再度井上が叩いてしまうんじゃないかなと思うんです。井上叩いてしまうと、井上やっぱりスピード持ってますからね、簡単にまくれない。もちろん、平原は、あの、宿口をすぐに捨てて、自力で取っていく。多分、あの、中断取れるんじゃないかなと思うんで、平原がまくり、自力に切り替えればまくれる可能性はあるんですが、 やはり二日目の先行のスピード、粘りを見てると、井上面白いなと思うんですよね。で、えー、本命はその後ろに乗る桑原を狙ってみました。はい、えー、ご覧の通り。えっと、本戦は井上が二日目同様粘る三球です。で、えー、っと、 宿口を捨ててまくっていく平原。これはあの、平原の今の現状の調子だったら頭へ突き抜ける可能性があるんで、えっと、足ざが、うん、もう悪くはないんですけどね。え、桑原が切り替える3113。それからですね、 井上が頑張って、えー、た時のズブズブ36と、えー、松谷、中村の難関の両者が、えー、突っ込んでくる3532三三。ちょっと、まあ、浅い宿口ができってしまえば、もうこれは、あの、平原で仕方がないレースなんでしょうけど、宿口の考え方ですよね。 やはり地元ということで欲が出てしまう可能性は否定できないんじゃないかなと思いまして、えー、ここはですね、平原絶好調なんですが、あの別戦の桑原を狙ってみました。はい、えー、以上、西部園記念、えー、準決勝戦予想をお送りいたしました。 ゲーム動画でいこうではチャンネル登録を増やしたいと考えております。最終的に1000人を目指したいと思います。動画タイトルの右側にチャンネル登録ボタンありますので、ぜひぜひ押してチャンネル登録者数増やしていただくのにご協力いただければ嬉しいです。 えー、ブログ、ツイッターもやっております。えー、説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見に行ってください。えー、関連動画、動画プレイリースト最後20秒で流れます。えー、そちらもお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。さあ、えー、西部園記念、もう準決勝戦。果たしてどうなる、あの、平原はじめ、えー、 誰が勝ち上がってくるのでしょうか楽しみです。ゲーム動画でいこうでした。